さあ続いてが規定トリック競技参加される最後の選手となります。最後の選手は佐藤湊選手ですね。はい、それではステージの方へお越しください。大きな拍手をお願いします。さあ同じくですね、もちろんトリックとしては全部で20トリック挑戦というのは変わらないんですけども、挑戦していただくトリックはそれぞれ選んでいるトリックが違いますので、佐藤湊選手も独自のリストになっております。さあ準備ができたようですので始めてまいります。まずはカウンターウェイドトリックから、スイングアンダーマウントリピート3回以上です。レディーゴー。お見事、スムーズにクリア。続いてワンハンドウェイトスイングトラピーズです。レディーゴー。お見事クリア。緊張感がありますね、この一発技は。続いてハーフビースティングです。レディーゴー。続いてはベーシックストールです。レディーゴー。お見事クリアです。はい、完成して1回以上となります。はい、これで脳みそボーナス含めて、全てですね、40点獲得となります。続いて、はいはい、使用要領はダンカンの虫空ライクスを使用しておりました。では続いてオブストリングトリックに挑戦していただきます。もう準備は全然ゆっくりで大丈夫ですよ。はい、オブストリングはですね、リワインド刺すヨーヨーメカニクスのバイパーリミックスを使用します。準備整いましたようですので始めてまいります。オブストリングトリック、1つ目リキャプチャー1、今度は利き手でない方で捉えて回してほどいていただきます。レディーゴー。完璧です。いいですね、いい流れですね。続いてまいります。バックバーナー2回以上、レディーゴー。お見事クリアです。続いてはオーバーチキンウィップ、正しいストリングに乗せることが条件となります。レディーゴー。お見事クリアです。さあ、ホストリングトリックのノーミスボーナスが見えてきました。続いてはリキャプチャー2、こちらは利き手側でヨーヨーを捉えて腕をクロスして跳ね上げていただきます。レディーゴー。今のはリキャプチャー1の方をやってしまったので失敗となります。しかし3つクリアとなります。おめでとうございます。続いてはツーハンドストリングトリックに進んでいただきます。はい、使用要領はヨーヨーファクトリーチェックポイントとなります。さあ準備が整ったようですので始めてまいります。1つ目のトリックはイーチハンドトラピーズ、それぞれの手でトラピーズをしてください。レディーゴー。左手も OK、 お見事クリア。続いてはサイドスリーパーサイドアラウンドです。レディーゴー。 OK、 お見事クリアです。続いてはリーチハンドアブムマウントです。レディーゴー。続いてストリングトリック、2ハンドの方、最後のトリックになります。サイドスリーパートラピーズ、レディーゴー。
ありがとうございます。それではルーピングトリックの準備の方を進めてください。規定トリック競技も残すは8トリックです ね、 そうですね。はい、使用用用用用ファクトリーのループその20になります。こちらリストの中に一つ通販のものがありますね。オーラが緊張の一瞬です。準備整いましたかね。はい、それではルーピングトリック1つ目から進めてまいります。1つ目はリーチフォーザムーン1回以上レディーゴー。お見事クリアです。100曲やっていきます。さあ続いて2ハンドインサイドループ1回以上です。レディーゴー。お見事クリアです。最後着地まで終了で終わりましたね。さあ、あの瞬間にストリングが12センチ以上伸びていると失敗となるのでご注意いただきたいところなんですが、お見事クリアとなります。続いてルーピングトリック3つ目インアウトループ5回以上です。レディーゴー。 OK、 お見事クリアです。さあルーピングトリックの方にノーミスボーナスが見えてきました。ルーピング最後のトリックはアウトサイドホップ3回以上です。レディーゴー。お見事クリアです。こちらのノーミスボーナス獲得です。おめでとうございます。それでは最後ストリングトリックの準備の方に入ってください。ストリングトリックは愛用用のジトラを使用するようになります。はい、こちらもフェメタル用ですね。それでは規定トリック競技最後の4トリックとなります。1つ目のトリックリストマウント、レディーゴー。お見事クリアです。続いてリップコード前後両方連続で行っていただきます。レディーゴー。おっと、こちら惜しくも途中で引っかかってしまいました。失敗となります。続いて3つ目のトリックサマーソルトバインド、レディーゴー。こちらはスムーズ、お見事です。最後の技ですね。はい、規定トリック競技最後の技です。ジャーブル、レディーゴー。お見事、最後見事、はい、3球の技に持ってきていただきました。以上で3投目の選手の挑戦は終了となります。今一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。続いて投票の結果は投票までお待ちください。